総理大臣はやはり国全体を考えてですね、体力もしっかり、気力も充実して、それで、総理の命を受けて、私ども、そして私がダメなときは官房副長官がですね、国家の危機管理に当たったのは、これ、当然のことだというふうに思います。そしてこの3日以降の件でありますけれども、3日に初めて、犯人からのメールでですね、後藤夫人に対して拘束しているメールが来た。しかし、その後、後藤さん本人に確証を得たのが、昨日申し上げましたけれども、19日であります。で、政府はこの間ですね、どのような対応をしていたかということでありますけれども、まず11月1日にですね、19日以前からですね、3日以降におきましては、後藤夫人がまずですね、旧知の民間の専門家にこれ相談されてました。そして政府はこの11月1日以降にですね、内閣危機管理官を中心とするですね、体制を官邸にしっかり取っております。そして外務省は法人法の立場で外務省として当然対応を取っておりまして、夫人の気持ちに寄り添いながらですね、外務省警察庁がこのバックアップをしてですね、法人保護の体制をしっかり取っていたということでありますので、今辻元議員からですね、法人保護の対応として不十分適しというような趣旨だというふうに思いますけれども、そうしたことは全く当たらないということを申し上げたいと思います。辻元清美君、夫人の気持ちに寄り添って、私総理ね、国民に寄り添うということがどういうことか考えていただきたいんです。この時後藤さんの奥さんとか湯川さんのご家族、本当にこの年末年始はおつらい気持ちだったと思います。でね、私ね、今回はこの間の政府の対応、結局これはですね、今20日までアイシルだと分からなかったというのは政府の失態じゃないですか。それも突き止められなかったっていうこと。官房長、私ね、総理笑ってらっしゃるけどね、ちょっと待ってください。総理にお聞きしたいと思います。1月20日までにアイシルだということも分からなかったと、そしてお二人の方が結果として亡くなられたと、私はこれは政府として申し訳ないと、対応はやはり不十分だったから反省すべきところがたくさんあると。そして年末年始ホテルに泊まったりですね、これで電話かけて対応してたんですか、ホテルから。特定秘密があるとか、各国の秘密の事項があるから情報は出せませんという答弁が多々ありました。そんなことホテルから携帯電話かホテルの電話で指示してるんですか、総理。これで危機管理がなってると総理はお考えなのか。それから20日まで分からなかったのは失態だと思いませんか。そして私は総理ね、総理はね、人のね、批判とかね、意見にね、耳を傾ける余裕なくなってると思いますよ。この時にお二人の命がかかってたわけです。それで総理、この時にぐんぐん危機が上がってたという認識本当にないんですか。いかがですか。会社やったら潰れてますよ。どうですか総理。総理ですよ。いやいや、総理ですよ。まずね、総理ですよ。辻元さん、ちょっと座りなさい。まず官房長官がお答えして、総理のまたご発言も手を挙がっておりますので、その順序でお願いします。12月3日以降ですね、先ほど申し上げましたけれども、私たちは突き止められなかったのは失態だ。黙って聞きなさい。そこは考えておりません。シリアでですね、拘束されたということが発生をしてからですね、でシリアというにはアイソル以外にもアルカイダ系のですね、そのヌスラという戦線だとか、さらに過激活動家が数多くいるわけでありますから、そういう中でそのメールだけですよ、メールが来ただけで、それがアイソルというですね、確証を得る確定的な情報に接することが私はできる国ってほとんどないと思いますよ。メールだけですから。
ただ政府としては危機管理官を中心に国家安全保障局あるいはこの情報官、内閣情報官ありとあらゆるですね体制の中で部族長だとかあるいは宗教団体の指導者だとかあるいは関係国だとかしっかりと対応させていただいてきたということは申し上げておきたいと思います。委員長、安倍総理が今お答えになります。まあ、今官房長官が答弁をさせていただいたようにですね、シリアにはさまざまな過激集団がいるわけでありまして、そう簡単に特定はできないわけであります。もちろんその特定するためにですね、我々は各国の情報機関等の情報の提供もお願いをしておりますし、部族長等々とも接触を図りながら情報収集している。しかしその特定というのはこれは難しいんですよ。その段階でここだという、そういう情報も入りますよ。電話で指示してたんですか。いや、今私答弁しているんですから。電話で指示してたのか。答弁しているんですから聞いてくださいよ。そこでですね、そこで電話したかどうか。でこれはですね、もちろん電話等々というのはしますよ。ただ総理大臣としてこうした時の案件についてはですね、大きな方針を決めるということでは私は指示しますよ。でも私は最前線、中心的なオペレーターではありませんから当たり前ですが、そのために危機管理官というのがいるんですから、その危機管理官が基本的にですね、対応というのもやりますし、また情報官もいます。その上においては官房長官がいるわけでありますから、私が判断するのは、大きな方針、そして判断が例えば選択肢が出てきたときにはどちらにするという判断はします。そういう、すべき判断はしています。ただ例えばですね、基本的には身代金を払わないという基本方針を決めるのは私です。そういう対応が必要になったときにはそういう判断を私はきっちりとしています。そういう判断を総理大臣はするんですよ。その判断を間違えてはいけない、これが大切なんですよ。日々どうするか、オペレーションそのものにですね、私が口を出すということを、こんなことをしてたらですね、官邸はまさに、かつてそんなことがあったかもしれませんが、こんなことは絶対にやっちゃいけないことなんですよ。それがまず、常識だということを、申し上げて、おきたいと、こう思うわけで、あります。基本的にですね、大切なことは総理大臣というのはそういう判断をするわけであります。そしてですね、先ほど確かにこの二人の人質の例もありますよ。でも日本全国でいろんな、例えばいろんな事件も起こってるんですから、子どもの命が危険にさらされる、そういう意見、そういう出来事がたくさん起こってるじゃないですか。でもそれは例えば警察は警察がやる、県警本部が県警本部がやる、報告は全部上がりますよ。でもそれはそういう人たちがちゃんとやっていくんですよ。そういう人たちだってみんな大切な命がかかってるじゃないですか。私たちはそういう全体に私は責任を持ってるんですよ。ですからそういうものについて、まさに私は責任を持っている。ですからそういう対応をちゃんとそれぞれのつかつかつかさに間違いなくやるように、そういう指示をしているということであります。はいはい、今ですね、総理のご発言で今回の2人のシリアでの拘束案件と、一般のですね、誘拐案件と、私は一般の誘拐案件もとてもこれはきっちり対応してもらわなきゃ困ると思いますけれども、今回の案件は特殊です。違います。もしもそれを同列に考えていて対応していたんだったら、あまりにも危機感がないと思います。それでもう一つ申し上げます。例えばグランハイアットにお泊まりです。そして映画館に行かれて、コンサートに、ゴルフ場、これ警備が必要なわけですよ。ものすごいね。で、この警備、私ね、総理が私邸によくお泊まり、昨日も私邸にお泊まりになりました。このホテルに、今ね、危機感で申し上げたら、日本国中ですね、もっとテロが、もしかしたら身近なところで起こるかもしれない。東京マラソン心配。そしてその中に総理も入るってことなんですよ。総理自身、私は日本国の総理大臣だからしっかり身を守っていただきたいと思いますけれども、コンサートに行く、それから、映画に行く、普通の人と違うんです。総理大臣ホテルに泊まる、どれだけの警備が必要か。そしてね、その危機管理もこの間ずっとですね、有志連合に入って何人かが殺害して、2人が殺害されていた。そして総理が雑踏にですよ、行くわけですよ。その危機管理もなってなかったんじゃないかということも、私ね、石破さん笑ってるけどね、やっぱりね、それで申し上げたい。
特にこれから総理は公邸にもずっと泊まられた方がいい。なぜかというと、総理の指定、ご近所の方も含めて、ものすごい警備だと思いますよ。でね、総理自身も、これ身を守っていただかなきゃいけないんです。そして映画に行ったり、コンサートに行ったり、慎まれた方がいいと思います。それはね、危機管理上、本当にものすごい数の人が警備をして、そして、わかりますか？総理自身も狙われちゃいけないけれども、いろんな人がテロが来るんじゃないかと心配している中で、ご自身がもう公邸に泊まられた方がいいし、そしてしばらくはゴルフに行ったりされない方がいいですよ。私はそう思います。それぐらい今日本のテロの危険は高まってるということなんですよ。私は総理の身の危険もちゃんとやらなきゃダメだということも含めて申し上げております。総理も公邸で泊まられる、昨日も指定だったし、公邸に泊まられて今やっぱりね、この間危機管理すごく大事ですよ。しっかりとやられる、もう公邸に泊まってください。どうですか？もうね、警備も大変ですよこれ。ですから本当にそれぐらいの危機感を持った方が今いいということなんです。これ他の総理と比べても全然違いますよ、行動が。私ね、村山さんに聞いたことあります。あなたお正月に温泉とか行かないんですかって言ったら、自分が動いたら警備が大変だと。でね、年末年始も警備の人たちも休ませてやりたい家族もいるしと。でもね、これとプラス今テロの危機が高まってるわけですから、しっかり公邸に陣取ってこの年末の反省のもとに行動していただきたいと思います。いかがですか総理。安倍内閣総理大臣、まあ、一生懸命落としめようとしているその努力は認めますよ。しかしですね、はっきり申し上げて、日本というのはですね、こういう脅かしにあったとしても安全な国なんですよ。我々の政権ができて500万人観光客が増えた、日本は素晴らしい国だ、安全な国だからみんな来てくれているんですよ。まるで日本が危険な国のようなことをあなたはおっしゃった。私はとんでもないと思いますよ。日本は安全な国である、そういう安全な国であるということを確保するということが私の責任なんですよ。そういう大きな方針としっかりと予算を確保する、そういう仕事をちゃんとやっていくことが大切なんです。私に求められているのはね、公邸に泊まるとか泊まらないとかいうことではないんですよ。公邸にずっと泊まっていたら立派な総理大臣なんですか。私は違うと思いますけどね、まあ、そこで、申し上げますと、まさに日本というのは安全な国だと本当にそう思います。海外に出てみて、その首脳に対する警備についてはそれぞれ国によって全然違います。アメリカはご承知のように、まあ、大変な警備をしている。あの警備から比べれば日本は相当、まあ、軽い警備であります。私が公邸にいるときにも相当のこれ量の、そこには警備の方々がおられる。私は感謝してますよ。ゴルフをやっているときにも警備をしていただく、まあ、申し訳ないなと思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように私に求められているのは心身ともに健康を保って大切なときに判断を間違わないことなんですよ。私に求められているのは、ですからそこでですね、温泉に行かなければいいとかそういうことではないんですよ。そこを間違えては私はいけないと思います。はい、ました。これにて、はい、岡田君、玉木君、終わりました。2人が殺害されたということは、岸本君、オペレーション失敗したという反省をされた方がいいということを申し上げて、私は終了いたしました。次に馬場信行君、時間守りなさい。馬場君。以上、維新の党の馬場信行でございます。私たち維新の党は昨年9月、日本維新の会